ゼメリングガゼルは、ウシカガゼル属に分類される、グーテールイ、エチオピア、エリトリア、ジブチ、ソマリア北部体長120から150センチメートル。オナガ18から30センチメートル。肩高75から92センチメートル。体重30から55キログラム。頭部は長く、頸部は短い。全身は、短い体毛で覆われる。背面は、 泡褐色や肺褐色、肺気褐色、覆面や四肢の内側は白い。目から鼻面にかけて、明瞭な黒い筋模様が入り、鼻面は黒い。体側面や大腿部に、暗色斑が入らない。腰から尻にかけて白い体毛で覆われ、尾の先端は黒い。雌雄ともに、基部の断面が円形で、先端が針状に強く、内側へ向かう角がある。次回は長く、 先端や外縁は黒い体毛で覆われる。眼下部にある周線はあまり発達しない。粉炭の体毛がなく皮膚が露出した部分は小型。出産直後の幼獣は体重3.5から4.5キログラム。オスは角が太くて長い。サバンナやステップに生息する。3から10頭のメスや幼獣による群れを形成し、生活する。白明白母性。植生は 植物食で、主に草や木の葉を食べる。繁殖形態は体性。オスは、繁殖期になると縄張りを形成し、頸部を伸ばしたりそらす、茂みを叩くなどの行動で、他のオスを威嚇する。威嚇しても他のオスがひるまない場合は角を絡み合わせて、争う。オスは、縄張り内に侵入したメストハーレムを形成し、交尾する。妊娠期間は198から199日。 一回に一頭の幼獣を産む。生後一年六ヶ月で生成熟する。寿命は14年。生息地の破壊、乱獲などにより生息数が減少している。ありがとうございます。